初めてのまだ女優さんやな。はい、女優さんで設定が同級生というのは、これは高校時代から一緒になってて大学で知り合って同棲したということかな。知らないとで同窓会のあんまり大学の同窓会あんまりないですからね。そうでしょうな、でまあこの同窓会の後でや二人きりになるわけや、同棲した人間がね。でこれはもうやっぱりリアルですか、リアルな芝居や、リアルな芝居やし、何もホテルのバーですからね、リアルな芝居ですよこれ。だから何にもない、台本もない。すると本格期の人やったらどう書くかっていうと、まあ、ホテルのバーではキスはせんやろうけどもそれはない、それはないやろうけど、そんなキスとかそんなリアルな芝居でこっちがしていったらごっつやらしいやろ。だからギリギリでそんなしたいためちゃうよ。でもリアルな芝居ということはするということは、ギリギリまだ来られてないんであれですけど、手まで握れるかどうかですよね。握りたいから言うんじゃなく、そういう芝居で手まで握れるかどうかですよね。だから今日はその何の構想も立ててないんですけども、浅井さんがその、浅井さんというのは同い年じゃないですか僕と。でね、東京で初めてバラエティ一緒に司会したのがあの方なんですよ。お招きいただいてありがとうございます。初めての女優です。そうなの？そうですよ。女優さん来てへんの？女優さん来てないですよ。ほんまに？だからそうなんです。いや一回も来てないですまだ。だからどなたでね一番最初に言って、浅井さんやったら、まあ、気心はね、そうそうそう知れてますから、一応同い年やし、同い年これどうですかね、全然問題ないですよ、うん、あここちょっとこだわるかな、これどうですかね。全然、いやいや、だから二人は同級生で同級生でかつて同棲していたの、ノープロブレム。ああ本当に、今からでも、いやいやもう。この番組はワンシチュエーションドラマをお送りしてまいりますが、そのドラマには台本がございません。出演者2人がぶっつけ本番で勝手に進行してまいりますので、時折辻褄の合わない流れ、気持ちの悪いわ、そして互いの腹の探り合いなどが見え隠れする恐れがございます。あらかじめご了承の上、その部分も合わせてお楽しみくださいませ。もちろん同棲してるんですからセックスはありますよね。それはもうセックスありますよ。ですね、我々の時代の同棲はセックスレスじゃないでしょう。ないですね、もう全部してました。多いね、ものすごい別れたやつ多いね、あの時代。そうなのよ、うち嫁はんとは一緒にもう同棲で一緒になってるんですよ、そのまま、結婚してるんですよ、で一番最初の奥、あの最初の人がうちの嫁はんですよ、これだけはっきり言っておきますわそう、偉、はい、いね、偉いかどうか知りませんけど偉いわ。そうなんですよ、で、私は鶴瓶ちゃんと初めてだったのね、きっとね。まあ、それ行きましょう。わかりました。おかしいわな。おかしい、なんか汗かいてきた。ものすごい理解度早いですからね。私、一応、世の中には逆らえません。そう。一応、男の子生理というように教育受けてました。母に。どこが。ちょうどええわ。こんばんは。何しよう。ウイスキーのロック、はい、ダブルで。ダブルで。はい。な僕も。もうさ。絵の時間は大丈夫？大丈夫、全然大丈夫。え、ご主人は？別れた
5年くらいになるかな。何？ほんま。ほんまよ。いやいや、わろだいかな。いや、ええねん、別に。いやいや、いや、俺、絶対まだずっと結婚して、そのまま、結婚したん聞いてたからな。いや、私もずっと行くつもりでおって。うん。でもやっぱり男と女はね、まあ、いろいろあるわね。あ、そう。うん。え、子供は？おらん。あ、なんかよかったやんか。うん。お久しぶり。で、今日は、あの、いや、俺ね、美味しい。うん、けえのかな思ったの。うん、ちょっと自分でも分かんなかったんだけどね、どうかなと思ったんだけど。でもね、俺はこれだ。いや、だから来てて、うん、いや、俺は もちろんその陽子ちゃんが来るっていうことは怖かったけど、うん、でもそんなあっという間やな。ねえ、であっという間。それで会っちゃうと案外時間が経ってることって、まあ、感じ全然感じん、本当に、ね、不思議やね、うん、私たちいいカップルやったんよ。そうやな、ね、まあ、けどやっぱりあかんかったいうのはな。いや、俺があかんかったよ。俺がね、本当手がなかったわ、今考えたら。そんなことはそう、お互い様よ。バッチーン叩かれたよな、横ちゃんに。痛かった、うん、あれもう思いっきりよ。あのね、言うけど後にも先にもあれだけ私男の人はたいた。探したんやで、自分が出て行って、うん、それでいろんなとこ探したけど、おれへんし、まああんまりおってもあかんわと思ったから、うん、まあそのまましてそれからやからな。あん時ね、実家へ帰ろうかなとも思ったの。だけど実家へ帰ったんじゃ親が心配するじゃない。うん、それでそこは思いとどまって、で紗友子のとこ行って。ああ、うん、それでまあ彼女のとこで少し気持ちを落ち着けて、そのまんまやね。で、結婚したんはいつやん？ね、5年、あれから5年ぐらい経ってからかな。それで結局10年ちょっとか。意外と持たへんかったね何したはった人？うん、税理士。硬いな、俺と全然違うなもう真面目なだけの人。うん、でもええ人やったよ。まあ、優しくて。優しすぎたのがいかんかったんかな。私案外激しいから。あんた優しい人好きやな。いや、自分で言うのはおかしいけど、俺も優柔不断やったし、あれやったけど、まあ、陽子ちゃんを好きやっていうのは、いや、俺、最初の女が自分やでにわかには信じられん。いや、本当やって。で、私が最初じゃなかったらどないやねん。うん、いやいや、それはいいやね。それはいいって、うん、今は付き合ってんの？うん、誰もいない、猫だけ可愛いでしょ。でも、うん、本当に変わってないな。本当変わりたいけど変われないもんやね。いや、せやし、その若さも。うん、うん、一人だからちゃう。うん、うん、だからほら、お父さんになった男の人はお父さんになったりね、夫になったりせなあかんやんか。今日ここに来て今すごい、喋って顔見て喋ってて思ったんやけど、うん、このホテルに陽子と泊まりたなってきた。アホか何言うてんのそれは奥さんに。いや悪いいや、そんなことすることそんなんせんでもええやん。何や、ただだってもし一緒にいて飲んでるだけだったらここでも十分やんか。ちょっと聞かなかったことにして。聞かなかったことにして。いつもそんなん言うてるように思われるもん。そうよね、私だからええようなもんの。うまやな。うん、そうさ、ものすごい焦ってたわ。
ホなこと言うてしまったな、ね、ほんでまただって今日これでさよならしてさ、またいつ会うか分かんないんだから。でも、今度また10年ポーンと会わなかったも変わらへんやろな。多分ね、でもこうやってお互い同窓会に出てこれるっていうことがお互い幸せやからやろな。うん、それとね、私たちがいい別れ方したからやと思うよ。でも今でも好きやで。私もよ、好きよ。で今日来たんだって、ああ来てへんかな、会えるといいなと思いながら来てんだからね。ええね、昔の仲間ってでも男の方がいやらしいな。うん、くどいね。うん、くどいわ。あ、どないしたの。うん、そうか、そうや、キスしたなったりとか、また上へ泊まりたなったりするリズムっていうのが出てくるな。それはね、まだオスやからこんなとこ凝っといたまだ現役っていうか、ちょ、気持ちの上で。男と女の間にも友情ってあるよね。存在するよね。そのなんかこう、でもずっと気になってたよ、横山のことは。ずっとね。私もそう、ずっと。やっぱりなんかことあるごとに、どうしてんのかな、どうしてんのかなってそれは思うよね。やっぱりそれは自分のすごくいい時期の出会いだったなって、思うじゃん。OK です。すごいな。なんで、でも俺あかんわこんなん。じゃあこれはね、どうも俺いつもこんな口説き方したらちゃうよこれだけ言うとか違うよ、たまたまドラマやからね。俺なんかやりながらね、こんなん思われたごっつい嫌やな思ってね。今ごっつおかしかった。大丈夫よ、ドラマやと思ってるから大丈夫。いやだけどこれで自分のセリフやろ、自分のセリフやから。これいつもこんな上上がれへんとかね、こんなこと言うて思われるごっつい嫌やわこれね。この設定あかんわ失敗したわ。でトントン出てくるな。出るね。なんでそれトントン出てくるの。俺は、面白いじゃないこういう設定って。何歩でも出てくる、ね、何歩でも出るよそれはもう。今日のゲストでございます、浅地陽子さんでございます。どうもこんばんは。まあ、このまあ言うたら何の筋書きもないドラマっていうのに、そんなことはやっぱりなんか舞台でもそういうのをやらはるんか、アドリブは好きでしょ割と。初めてですよ私。これってね、教室の中でポンポン出てくるでしょ。あのね、こういう設定って自分の中に何かしら体験があるじゃないですか、だから出やすいんですよ。それをちょっと置き換えればいい話だから。俺ね、この前にそのこれをスタートする前に、女優さんと一緒にするというのはこれは数の、まあ、何にも筋がないですから、エンディングはやっぱりそれじゃあ手でも握ってみようと、自分の思いでね握ってみようと思うっていうのをいっぺんそこで口出してるもんやから、握らなあかん握らなあかん思ってずっと来てるんですよこれがものすごくスケベそうになって、ついつい俺もう、ああいう口説き方をしてるわけ。だからね、その前にねバラエティとしての振りをしてるからね、エンディングは手に入らなあかんと思ってる自分がね、これものすごい嫌やわ。で途中でね、もうスケベのおっさんみたいになってるんですよこれ。ほんでね、これがね、虚と実がね本当に一緒になってると思われるのがね。いや大丈夫、大いに可愛らしかった。そんなねスケベのおっさんのような雰囲気じゃなかったから大丈夫。なんか可愛らしいね、そうですか、まだこう恥じらいを知っている少年のような口説き方やったからねそれではちょっと見てみましょう。もうスタッフは知ってるやつは思いっきり笑っとるやろな。ちょうどええわ。どっちでもガリ
ラックスしてきてる。やるなよ。どっちでもっていうのは、ね、完全な大阪弁ですよ。どっちでもっていう。どう何しよう。大阪弁で行こうと思ったんですか。そんな意識もない。別にダブルで出るなりに任せようと。な僕も。もうさ。A の時間は大丈夫。大丈夫、全然大丈夫。え、ご主人は？別れた。はい、ストップ。これもう別れたで行こうと思ってたわけ？これはもう何にもそんな思ってない。何にも考えないと。でもね、ちょっと戻して別れたっていうのはもう本当に別れたっていう言い方よ。あの一瞬の間がいいでしょ。うん。あそこでどっちにしようかなって考えた。それで別れたのは簡単だなと。大丈夫。大丈夫、全然大丈夫。え、ご主人は？別れた。これね。何にも言えないようになって。こっからごっつスケベになってんの俺は。でこの口、この口がね、俺がスケベになる時なのね。あ、そうな。え、どれも喋りに行きますわ。ええねん、別に。いやいや、いや、俺絶対まだずっと結婚してそのまま、結婚したん聞いてたからな。いや、私もずっと行くつもりでおって。うん。でもやっぱり男と女はね、まあいろいろあるわね。あ、そう。うん。え、子供は？おらん。あ、まあよかったやんか。うん。お久しぶり。今日は、いや俺ね、うん、おいしい、うん、ちょっと、はい、すいません。こんな今日はああいうのにね、ここに本当にスケベなこと感じてたんですよ。ほしいはちょっと言う。いや、ここはね、いや、これはバーの、うん、バーですけど、上がホテルやという設定ですからね。そうですよ。これがもうまずあかんねん。もう神経が上行っとるわけや。もう、もう別れたって聞いた途端に別れた。ほらもう神経がブワーなってね、体がもう全部海面体みたいなのブワーってね、こうもうどうしようかと、もうぬくなってるわけですよ。なるほどね。こんな番組やったらあかんねん、これバッチーン叩かれたよな、横ちゃんに。痛かった。あれもう思いっきりよ。あのね、言うけど後にも先にもあれだけ私男の人はたいた。ちょっと待って、うっとめ、これもね、何のびっくりもせずね、うん、うん、痛かったっていうのってね、それはなんか、あ、これは一つのことを起こしたでしょ。叩かれたという事件を一つ想定して言った時に、うんうんうん、何の驚きもなく痛かったって、うん、っていうのはまあ、お、来たかった、来たかった、来たと思ったね、うん、私はね、自分の中に男をはたいた経験がないの、一回も今まで。僕はね、一回だけ嫁にあるんですよ、うん、あるの。叩かれた。これもね、いや、これは僕は悪いんですよ。うん、うん、待ち合わせして行かなかったんですよ、うん、あ、まあ、酒飲んでもう全然、うん、もういや、一緒に住むちょっと前ですけど行かなかったんですよ、うん、それでね、でも朝がもう両手が歯磨いてて、それ友達の家におったんですよ、で後輩もおったんですよね、2年の時ですわ、うん、ほら、あ、先輩、あの玲子さん来られましたよっていうのと、今日待ち合わせてたというのとが一緒だったんですよ。もうそれ夕方や、俺ね、あの待ち合わせしたの10時頃でしょ、起きたん夕方や、歯磨いとんで振り返ったと同時にバツンバーン、いやースーッと帰られたわ。これね、それからこれ思い出したんですよ。なるほどね、ちょっと行きましょう。もう海面体の口になってますよ。お父さんのお父さんになったり、ね、夫になったりせなあかんやんか。今日ここに来て今すごい、あの喋って顔見て喋ってて思ったんやけど、このホテルに陽子と泊まりたなってきた。アホか。何言うてんの。これごっついリアルな断り方ですよ。こんなん言われたことよ、いやないけど、こんなんあるよな、これ、こんな、あ、ちょっと進めてください。こういう断られ方って辛い？いや辛くない。あの言ったことが
恥ずかしいと思うね、うんうん、あのいやこれはね本当に言うてこれ何遍も言うと余計ややこしになるけど、うん、そのタイプにはこんなん言わないもん そっちのタイプには。でも芝居というタイプやからこれ言うてるんであってそのタイプにはこれを言うと似合わないもんここに。そうよね、うん、このタイプにこれ言うのはアホな男ですよ本当にこのタイプは違う攻め方せな。そうよね、はあそうよね、まあ、正面切ってこられたらそうです。これはねもう本当にね、うん、その辺でほんまねウィンドウでウィンドウショッピングしてる人にお茶飲みません言ってるようなもんですこれはねアホですよ。これはタイプが違うんです、いやもうやめようかこんな番組これはたまだから俺後で笑うんですよ。このタイプにはこれで言ってあかんのです。いやあかんのです違うよ俺おいもうなんか軽蔑したあるわどうぞ。でもこうやってお互い同窓会に出てこれるっていうことがお互い幸せやからやろな。うん、それとね私たちがいい別れ方したからやと思うよ。でも今でも好きやで。私もよ好きよ。で今日来たんだって。あ来てへんかな会えるといいなと思いながら来てんだから。止めてくださいまだここで手握ろうと思ってるんですよ最初に手握る言うたから。だからまだあのスケベな口してるんですよきっと覚えとこ。もう、ね、いや違うんです。もう最初言うてしもだからですよ。これあかんわ。もう自分のからから逃げれないんですよ。どうぞ。どうしたうん、そうか。そうや、うん、キスしたなったりとかまた上へ止まりたなったりするリズムっていうのが出てくるな。それはねまだオスやから俺もうこんなんやめたいわもう続けてください。男と女の間にも友情ってあるよね、うん、自分のすごくいい時期の出会いだったなって、うんうん、本当に会ってみたいね、うんいやいや本当になんかこの番組でそういうの出ますね。ねものすごくリアリティありますね。うん、生まれどこなんですか。私東京。そうでしょ。あごめんいや下町じゃないですか東京の。どこ育ったら東京。生まれたのは清水え東京のどこですか。あの三鷹ですよ。三鷹市の群れっていう。そこは長かったんですかすごく。ね、小学時代は小学生時代はそこで過ごしました。あのね、なんで総務だからだね、うん、あのにわかにっておっしゃったでしょ。にわかに信じられんってにわかに信じられんっていう言葉にわかに信じられる信じられんっていうのね。にわかに何々っていうのはねこれ圓生師匠がよく使われるんですよ。あの新庄師匠が。へえ。新庄師匠がねポロッという言葉の中ににわかにっていうのがあるんですよ。へえ。私あの池波正太郎さん好きだからあだいぶ染まってるんですよ。そういうとこに出てくるんです、はい、あんなところに、ね、にわかにが出てくるのが、ね、おかしいんですよ。にわかに信じられんいうのはねこれものすごい時代だいぶ向こうですよ。そういやまあ本当に今日はどうもありがとうございます。いいえ、こちらこそ楽しかったです。まあ、自分がスケベだということがもう再確認されましたいいんです男はスケベで。そうですか、自信持って自信持ってスケベを通していきたいと。どうも本当にありがとうございます。どうもありがとうございました。朝日陽子さんでございます。あんなポンポン出てくるとはどうかしら。もういいんだよって対応するからね。こっちはやっぱ考えるっていうことが。でもこういうことって自分のそのぐらい大丈夫か。ごめんちょっと待ってちょっと待って。これは珍しいことやからせなあかんわ。ちょっとこんなことしてるよこの人かわいそうに。自分で照明こんなん自分で照明当てとん